こんにちは、せいかです。今日は2022年11月15日の火曜日です。皆さん、先週はどんな1週間でしたか？私は声が出なくなって大変な1週間でした。毎年冬になると東京はとっても乾燥するのですが、そのせいで喉がやられて声が出なくなったようです。久しぶりに病院に行ったり薬を飲んだりしましたね。もうこのような状況には絶対になりたくないので加湿器を買いました。日本に住んでいる方はもちろん、日本に旅行に来る方も冬は乾燥に気をつけてください。今日は蔵前を紹介します。蔵前は浅草から歩いて15分ぐらいで行くことができます。電車は都営浅草線と都営大江戸線が通っています。蔵前は実は最近人気が出てきた街なんです。東京のブルックリンと呼ばれているそうです。すごく静かで落ち着いている街なので、なんかちょっとおしゃれな街が好きな方はぜひ行ってみてください。まず蔵前エリアには隅田川という川が流れています。川沿いは歩くことができて、東京スカイツリーや東京の街を眺めながら散歩することができます。特に春や秋の過ごしやすい季節は最高に気持ちがいいので、ぜひコーヒーなどの飲み物を買って散歩してみてください。それから蔵前にはおしゃれなカフェやレストランがたくさんあります。今回は私のおすすめの2つのカフェを紹介します。まず1つ目はハットコーヒーというカフェです。ハットコーヒーはどんなカフェかというと、好きなものを目の前でラテアートにしてくれるカフェです。例えばディズニーの映画のベイマックスが好きだったら、ベイマックスのラテを作ってもらうことができます。それからアニメのキャラクターをリクエストすることもできるそうです。興味がある方はお店のインスタグラムをチェックしてみてください。私は今回友達と一緒にこのカフェに行きました。日曜日の1時半ぐらいに駅に着いて、そこから5分ぐらい歩いてカフェに行きました。そのカフェは静かな住宅街の中にポツンと一つある感じなので、通り過ぎないように気をつけてください。私たちは日曜日に行ったのでとっても混んでいました。週末はいつも混んでいるようです。なので整理券をもらって浅草エリアを散歩しながら待つことにしました。順番が来たかどうかは LINE という日本人がよく使っているメッセンジャーアプリがあるんですけれども、それで確認できたのですごく便利でした。蔵前から浅草までは歩いてすぐに行くことができるので、そのカフェに行きたい方は先に整理券をもらって散歩しながら待つことをおすすめします。私たちはまず浅草寺に行きました。浅草寺で写真を撮ったり、おみくじを引いたり、池を見て癒されたりしました。ちょうど紅葉の季節だったので、木の葉っぱが黄色に変わっていてとっても綺麗でした。その後はですね、ガチャガチャをしたり、あとは遊園地を外から見たりして時間を過ごしました。浅草にはすごく古い遊園地があるんですけど、なんて言うんですかね、こうレトロな感じ、雰囲気があってとても素敵なので、ぜひ行ってみてください。浅草は本当に楽しい場所がたくさんあるので、1時間があっという間でしたね。でその後メッセージをもらって順番が来たということだったので、カフェに戻って早速飲み物を注文しました。私はその時ラテにしたいキャラクターがパッと思いつかなかったので、クマを作ってもらうことにしました。店員さんは私たちと話しながら目の前で 3D のラテアートを作ってくれます。なんかすごくこう
ゼロから出来上がっていく過程を見ることができるので、すごく楽しかったです。白いモコモコしたものを使って3D のラテアートを作ってくれるんですけど、その白いモコモコしたものはフォームミルクで、目とかを描くために使う茶色いものはチョコレート。あとはほっぺの部分に使った赤いものはいちごのシロップだそうです。白いキャラクターだったらほとんど作ることができると言っていました。店員さんとたくさん話したんですけど、お客さんの中にはアニメが好きな人、それからアイドルが好きな人がたくさんいて、自分たちのそのアイドルのグッズとかアニメのグッズを持ってきて、可愛いラテアートと写真を撮る人が多いそうです。実際に私たちが行った時もそのように写真を撮ってる方がいたんですけど、とっても楽しそうでした。私は今回クマの 3D のラテアートを作ってもらって、友達はプーさんに出てくるイーヨーを作ってもらっていました。もうどちらもとっても可愛かったです。飲んでしまうのがもったいないぐらいでした。私たちは飲み物と一緒にクッキーも頼んだのですが、ここのクッキーはとっても美味しいのでおすすめです。私が今まで食べたクッキーの中でベスト3に入ります。本当におすすめなので食べてみてください。このカフェは美味しいですし、ラテアートはとにかく可愛すぎて見ているだけでも幸せになれるので本当におすすめです。東京に来たらぜひ行ってみてください。ちなみにテイクアウトでもよかったら浅草にもお店があるようなので、ぜひチェックしてみてください。それから最後にもう一つ蔵前のおすすめカフェを紹介します。それはダンデライオンチョコレートファクトリー&カフェ蔵前という名前のカフェです。名前がすごく長いのですが、まあ、チョコレート専門のカフェですね。まず食べ物も飲み物もほとんどがチョコレートのメニューなのですが、全部本当に美味しいです。私は友達と行ったり家族と行ったり一人で行ったり、とにかくたくさん行っていろいろなものを試してみたのですが、もう何でも美味しかったです。全部美味しいので本当におすすめです。それから店内の雰囲気も落ち着いていてすごく素敵なので、ぜひ店内で美味しいチョコレートを食べてみてください。ちなみにカフェの中では実際にチョコレートを作っていて、チョコレートの匂いでいっぱいの本当に最高な空間なので、チョコレートが好きな方は絶対行ってください。はい、ということで今回は蔵前について話してみたのですが、いかがでしたか？蔵前は落ち着いている静かな街なので、音楽を聴きながら隅田川沿いを歩いたり、可愛い飲み物に癒されたりしてリラックスしながら素敵な時間を過ごしてみてください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。